会を、まあ、催すことになった、まあ、あの皆さんで今聞いてすぐに覚えるということはできないと思いますけども、口ずさむ程度に、まあ、覚えていただいてですね、後々までこういう歌が君らにあったんだよということを、まあ、語り継いでいただきたいなというふうに思います。私は君なの、雨の降る時は森之助、確かに炭焼きやってたんです。お年取る時はよく歌を歌ってました。亡くなってしまうのを惜しいって、あの亡くなる前病床ベッドの上でね言われたんですよ。で私も歌は好きなんですけど、あの歌えなかったんです。ただ今聞いてたらやっぱり聞いた覚えがあります。なんかこう思い出しました。もうすごく嬉しいです。もうねこんなに集まってくださると思ってませんでしたのでね、感激してます。ものすごい喜んでると思います。もう命かけてましたからこの歌にね。たくさん集まってくれると思わなかったんですけども、まあ、あの30年ぶりにねこういう歌が掘り起こされて、私もまあちょうど生まれたもんですから、まあ、なんとかそういう機会に恵まれてみんなにこう紹介できたのが非常に嬉しいですね。君だのねやっぱり先人が築いた、こういう素晴らしい歌をみんなが知らないでねで言ってもしま、あの申し訳ないなという気持ちがいっぱいなんですけども、まあ、それをこれから、まあ、後に残されたね方たちにどんどんとこう伝えて、それがこうずっと伝わるようにね、考えてます。